どうでしょう。1はあんまりかわかんないな。なんとなく。はい。上り坂でエコにするとね、はい、もっと踏まなきゃいけなくなるからどうなんだろうね。なるほど。あ、なんかすげえ変わった。あ、何したの今トラックに来ちゃいました。本当ですか。びっくりした。説明せずに押しても分かるぐらい。おゴンってきたよ。あ、本当ですか。何今の。ダウンしたよ。あ、風が。今ドッキリでやってるんですけど、うん、分かるっすね。すごい、めちゃくちゃ変わる。え、何これ。え、マジ。はい、始める前に、はい、どっちかって言えば、うん、スローコーン否定派だったと。ごめんなさい、はい、レース。あ、ほらほら、あれ、ね、話ですか。話してるよ、話してる。社長からいいよ、注意点があるということで。そうやね、はい、うん、敏感なる傾向にもある、うん、なるほど、うん、ちょっとこれ注意点なんで、はい、気をつけとかないといけないかな。ね、なるほど。これはね、実際ね、スローコーン全体にそんな感じ。みんな聞け。今日は北九州市にある工藤自動車さんへお邪魔している。工藤社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回工藤社長に捜査協力を仰いで、はい、やりたいことは、はい、なんと。海外製の海外、はい、スロットルコントローラー、スロコン、はい、はい、うん、取り付けたいと思う。なるほど、はい、ちなみにですが、はい、今回取り付ける車両、うん、はい、こちらの工藤自動車さんのデモカー JB74、うん、マニュアルミッション、マニュアルですね、はい、なぜ工藤さんのお借りするかというと、うん、74MT に俺は乗ったことがないので、うん、なるほど、はい、まね、厳密に言うとアピオさんのちょっと試乗したことあるんですけど、うんうんうん、比較ができない。なるほど、はい、で今現状この段階では JB74 まだ修理中なので、うん、なるほどなるほど、はい、で海外、まあ、74が主流じゃないですか。そうですね、はい、それ用に作られてる、スローコンなので、うん、一応なんかメーカーさんによると、うん、64にも使えるかもしれないんでやってみてください、うん、なるほど、いうことだったんですが、ほうほうほう、74用なので怖いじゃないですか。まあね、74用だからね、はいはい、まあ、スローコンってまず簡単に言うと、うん、その実際の踏んだよより、うん、コンピューターがもっと踏んだっていう、うん、踏んだよっていう認識にさせて、うん、スピードが出るってことですよね、うんうん、そうですよね、うん、ざっくり言うとね、あ、だから、まあ、まあバイクでいう、まあ、ハイスローみたいな感じでね、はい、あのスロットルで、まあ、アクセルペダルで50踏んだ時に、はい、もともとが電子制御なんで、今の状況は 40% にしようとか 50% にしようとか 30% にしようとか、状況によってあの変えてくれてるっていうか、まあ、変えられてしまってるんで、本来の意思よりも、まあ、スロットルが開いてない状態の方が圧倒的に多いですよね、うん、そこを、まあ、スロットルコントローラーで、まあ、名前の通りスロットルをコントロールしてあげるっていう製品になりますね、うん、なるほど。74の MT ってそもそも、うん、遅いんですか。まあ、何と比べて遅いか、まあ、そうですね、そう、何と比べて遅いかっていうことにもなるんだけれども、まあ一般的に言うと、まあそれこそ電子制御ということで、今までみたいにこうダイレクトなワイヤーでいうね、10踏んだら10、100踏んだら100にはならないところもあるので、だらく感じる。なるほど、フィーリング的に。そう、さっき言ってたこれは、うん、アクセル踏んでる、はい、離してる、踏んでる、うん、離してる、うん、っていうところを、車両の制御がね、結構、まあ、いわゆる昔で言う、知ってる、ファジー制御みたいな。全然わかんないです。ふんわりしてくれてるわけよ。あ、よく言えば、よく言えばこうふんわりしてくれるんだけど、とんがった部分を消してるんだけど、まあ、それが逆に本人と意思とはちょっと違う、本当は踏んでるのにエンジンがこう踏まれてないということになってるので、その辺をこ う, うまくスロコンが制御してくれるっていうことですね、うん、で今回取り付けるのが、うん、ウィンドブースター、ウィンドブースター、はい、さんのスロコン、お、なるほど、見せますよ、はい、なんと皆さん、はい、もう持ってます。お、どこに、はい、どこに、ポケットに入ってるぞ。本当だ、こんな小さい、ちっちゃ、かわいい箱で、なんかテンション上がる、ちょっと時計のこうやって私は時計もらったんじゃないかみたいな。もしくはあのなんとか本の箱みたいな感じがする。そうですね。というわけで、これを取り付けしていきたいと思う、はい、まあ、その前に、うん、ちょっとこの緑に違和感感じた人、実は北九州のイベント来て、うん、泊まり込みで来て、うん、
T シャツ1着持ってくるの忘れたので、うん、昨日社長に連れて行ってもらって、うん、アンダーアーマーのアウトレットで買ったぞあの北九州のジアウトレットでね、はい、北九州で、はい、ちょっと冒険して緑にしてみましたかぶっちゃってるというね、まさかのそんな感じで、はいはい、ではこれより捜査を開始する。はいよ。はい、というわけで、はい、ジャングルグリーンブラザーがお送りするはい、インドブースター、はい、では早速ですけど、はいよ、開封していきましょう。はいはい、ドーン、ドーン、おお、カード的なものが入って、ほうほう、説明書、説明書、はい、でこちらです。ちっちゃちっちゃちっちゃこれがこんな感じですね。なんかなんとかホームみたいだね、はい、本当ですか、ちっちゃいですけどすごこれあのね、他の動画でも言ってましたけど、うん、アルミ、何がかっこいいってのは、ね、アルミボディが、うんうん、カッチリしたデザインがね、うん、ちょっとおしゃれですよね、うん、はい、これを置きます、はい、中身が、あ、これがケーブル取り付け、あー、シンプルシンプル、はい、うん、こんな感じで、まあ、いわゆるスルコンなんで、はい、アクセルペダルのところのカプラーに割り込ましっていうですね、あ、だけの作業ですよね、うん、もう見たらもうそんな感じ、そうですねで、あ、ほら、皆さんライトニングです。まさかのライトニング、はい、まあ、iPhone、ね、ここにですね、はい、使われてる。で、付属品が、はい、これだけ、結束バンド、結束バンド、うん、これ、結束バンドとか、うん、タイラップとか、うん、インシュロックっていうじゃないですか、まあ、どれが正解ですか。結束バンド、結束バンド、はい、いわゆるこれトヨタだよね、日産だよねみたいな感じだから、あ、そういうことですね、メーカー名だからインシュロックは、あ、そういうことなんですね、はい、タイラップもね、はい、テトラポットみたいなやつね。で、はい、これの売りは、はい、もちろんここをつなげて、うん、これ好きなところにおしゃれなアルミボディつけて操作できるんですが、うん、なんと Bluetooth つなげて、はい、うん、書いてるもんね、 Bluetooth、はい、スマホで操作できると。面白い、これ便利ですね、今時はね、はい、で、うん、アプリで、うん、アプリ落としてスマホで連動すると、うん、ということは、まあ、他社とか、うん、結構でかいの、うん、邪魔な人は、うん、スマホで、うん、だからこういう小さくもなるし、スマホで、うん、見えないところに隠してスマホでもできると。そうだね、はい、まあ、結局あの視覚的に、まあ、本体をね、ちっちゃくするとあの視認性が、まあ、まあ言ったらそのままちっちゃくなっちゃうんで、はい、うん、スマホだったら画面も動かす、直感的に操作ができるっていうことがいいですよね。いいですね、ボタンもなんかかっこいいし、パチパチと、うんうん、カチッカチッと聞こえるかな。あ、なんかメカニカルな感じやね、はい、これ気持ちいいですよ、レンタしたから、うん、で、説明書、はい、はいよ、はい、これね、皆さん、すべてイングリッシュ、英語表記だぞ、はい、ということは皆さん、今すぐノバへちょっと待ってくださいノバ通ったことある。あ、本当ですかじゃあ社長に読んでもらえれば駅前留学したことあるんだけど、はい、2ヶ月ぐらいやけど、はい、ただまあそんなに正直、はい、うん、細かく見なくても、うん、取り付けて、うん、モードがいっぱいあるので、そうね、はい、エコモードとか、うん、スポーツ、うん、スポーツプラス、お、レースモード、お、ドラッグモードと、ドラッグモード、はい、それやばいやつやばいじゃないですかね。あ、違うそっちのドラッグじゃない、はい、はい、ドラッグレースのドラッグ、そうですね、はい、お薬の方じゃなくてはい、そりゃそうだ。で、その中でさらに9段階とかあるみたいなんで、ほう、はい、だから何十種類も、なるほど、何十パターンも選べると、で、かなり遊べますよ、なるほど、うん、他社の、まあ名前はあんまり大きい子じゃないですけど、ピボットさんとかピーボットさんね、はい、ピーボットさんそんなにないですよね。ないね、うん、段階がし、まあ、いわゆるシンプルなんだけど、はい、まあ、あの設定の幅がまあちょっと少ないっていうので、うんうん、なので、まあ社長はね、工藤社長はこちら74、普段も、うん、もちろん持ってるんで、うん、違いが分かると思うんで、うん、試していきたいと思う。はい、では、まず取り付けをサクッとやって。そうね。もう本当に簡単、うん、ね。アクセルペダルのところのカップラーにも割り込ませるだけだし、はい。その他注意点があるみたいなので、うん、皆さんこのままぜひスキップせずにご覧ください。はい、では、操作を継続する。はい、お願いします。工藤社長、はいよ、では、早速取り付けを。お願いします。私がすんの、はい、はいよ。まあ簡単だからね、はい、なんか注意点が2個だけあるそうなんで、注意点2個、うん、アクセルペダルのところにつけるので、はい、まあこのケーブルね、これがあのアクセルペダルに引っかからないようにこの結束、うん、付属の結束バンド等を使って取り付けていただくのと、うんうん、カプラーをね、この
アクセルペダルのところのあのカプラを抜いた状態で電源エンジンのねイグニッションをオンにしないこと、はい、まあそれ2つね、はい、あのイグニッションをオンにすると結局抜いた状態でオンにしちゃうとあのシステムエラー出ちゃいますので、うん、それはちょっとやらないように、まあ、やらないと思うんですよ、一応念のためにお伝えしときます、はい、では早速取り付けしたいと思います。お願いします、はい、まずドアを開けますそれは分かるわね、ちょっと分かりづらいかもしれないんだけどアクセルペダル上ですか、うん、ここ見えるかな、これはい、ここにカプラが押す、うん、外す、はい、ね、で、入れる、はい、これね片手でやってるからちょっとねあれだけどね手間取ってるけどね、はい、本当はねもっと早い、なるほど、両手でやればいやまあ俺が邪魔だってこと言ってますよね邪魔でもしょうがないけどさ、はい、見えるのかなこれ、よいしょ、いよ、はい、はい、もうこれで接続これだけ、うわ早っ、いやこれね、うん、両手でやったらね、はい、多分10分の1ぐらいで終わるでまあちょっと今回はコードが長いから、まあ、本来はどっかに取り回して、うん、だけどまあペダルにね引っかからないようにして、はい、でこれはあとはもうこのライドに行っていいのかな、これをこう擦るだけパチッ、なるほど、OK、でエンジンを電源をと、あもうついてる、ついてるついてる、ちょっとね反射したんですけど暗いとこ行っちゃってください、ああチカチカしちゃってるんですけど、うん、まあデジタルだからね、はい、今ノーマルってなってるね、はい、オートバレット、なんだこれ、なんだこれ、だから、うん、一周するエコエコエコ、うんうん、はい、ノーマルエコ、あエコノーマルスポーツ、スポーツプラスレース、うん、ドラッグ、うん、オートバレット、バレットは多分調整できるっていうことなのかな、A スリップ。あ、これ多分あの。アンチスリップ。そうそうそう、アンチスリップ。雪道とか使わないですよな、うん。じゃあ一番マイルドな。うん、で、これがエコ。いいよ。エコン？エコン。イーコン。イー、エコノミーコントロールかな。なるほど、うん。なるほど、こんだけ何種類ありました、今。わかんない、たくさん。はい、はい。まあ一応これだけでも、Bluetooth、うん、つなげなくても、うん、これだけでも一応通用するってことですね。うんうん、わかりました。じゃあこの後ちょっと Bluetooth つなげて、そうだね、実際走ってみましょう、うん、いいよ、はい、では操作を継続する、はい、はい、ではアプリを、はい、インストール、このアプリ、アプリ入ったのでアプリを開くぞ、アプリ開く、でここに4つの数字が ID を入れると、で ID はここのボタンを2つ押し同時押しすると出てくるぞ、0038、お出てきた出てきた、これで連動したと、もうすぐなりましたね、エコーノーマルスポーツ連動してるぞ、お数字がここで変わると9段階、えそれだけ、はい、すごいですね。これ運転中にもできるってことですよね。まあもちろん運転手はやっちゃまずいですけど、はい、ちゃんとこれが連動してるんで。そうだね。はい。はい、では実際運転して試してみましょう。というわけで、ちょっとスマホを撮影使うので社長の iPhone にアプリを落としてもらったところ、画面が違いますね。うん。なんか操作しやすいですよ、これで見て絵も描いてるし、こうやってでここで数値を変えれると、変えれるというわけで、いいよ、まあこれからスタートするんですが、まずノーマルでいきましょう、うん、ノーマルで、はい、ノーマルにしました、これかノーマルしましたと、はい、こっちもノーマル、はい、じゃあお願いします、いいよ、
広い画角で撮ってますので、はい、よ制限速度でお願いします。はい、一応ね。はい、自動車ここです。社長、でもよく考えたら、うん、ジムニーの、うん、ショップの社長さんに、はい、他社の、うん、取り付けとレビューをしてもらうってすごいことですけどね。まあいいんじゃないの、はい、それはそれで、はい、これは工藤社長の懐の深さに感謝する。いよ、はい、まあ、うちでね販売してる作ってるんだったらね、はい、だけど、まあ、逆にちょっとちょっと興味があるんで。ああ、なるほど、面白いなと。今のところやっぱ変わらないですか。まあもちろんノーマルだからね。ちょっと待ってね、はい、あとね、上り高ですもんね。そうだね、エコにしてみましょうか。エコ、うん、この位置、はい、どうでしょう。位置はあんまりかわかんないな。なんとなく、はい、ちょっと、ま、だるいというか。だるいですか。上り坂で、上り坂でエコにするとね、はい、もっと踏まなきゃいけなくなるからどうなんだろうね。なるほど。あ、なんかすげえ変わった。あ、何さ、今ドラッグに来てました。本当ですか。びっくりした。びっくりした。説明せずに押しても分かるぐらい。お、ゴンってきたよ。本当ですか。何今の。びっくりした、本当に。え、あ、じゃあ運転中もできるですね。うん、おお、あ、ダウンしたよ。あ、さすが。今ドッキリでやってるんですけど、うん、分かるですね。すごい。めちゃくちゃ変わる。あ、本当だ。急に G が、はい、はい。アクセル一定。一定で。え、何これ。え、マジ？はい、これアンチスリップ。ああ、まあアンチ、雪降ってないけどね。へ、はい、でノーマル戻します、うん、あ、もうこれだけで、じゃあもう、ああ、びっくりした。 200〜300m 上り坂しただけで、え、そんなに変わるもんなの？はい、皆さん、あの、本当にこれ打ち合わせなしで今勝手に。しかもこれね、はい、あの、自分の通勤路だからね、はい、あの、いつも使ってるところなので、あ、もう、あの、踏みごとこちがね、分かるんで、はい、ちょっと下り坂でやると危ないですね。下り坂はちょっと怖いですね。ほとんど踏んでないし、はい、下り坂でマックスにすると事故る可能性がありますね。へえ、はい、なるほど、はい、え、ちょっと想像以上に変わるね。あ、本当ですか、うん、びっくり。面白いかも。面白いですよね、うん、これね、今運転者がしなくてアシストドライバーのアシスタントがしてくれたら全然、はい、パッセンジャーの人がね、はい、操作してくれたら全然問題ないし、スマホでできるっていうことは、この本体を、はい、まあ、見えないところに設置してて、うん、まあ、普段もう僕はもう全部ドラッグでいいよっていう人はね、ドラッグモードにしとけばいいだろうし、うん、なかなか面白いね。ただ一つ皆さん注意点としては、助手席で今みたいにドッキリやると本当危ないので。びっくりするわ。はい、スポーツぐらいで行きましょう。結構信号数があるから。あ、そうか。ちょっと待って、ちょっと待って。スポーツの意味がない。はい。こっちでも操作できると。あ、レースモードになっちゃった。まあいいや、レースモードならに行ってみましょう。はい、出だしがどうか。レースしちゃダメですよ、本当に。レースしません。はい、今からちょっと国道に入るので。おお、なんかいきなりね、なんかちょっと、はい、レーシーの音が。え、マジでそんなに変わるもんなの？びっくりしたんやけど。今何段階だっけ？9まであります。9にしますか？いや、9はいいけど。ほんと、はい、めっちゃ敏感。敏感。グッと踏まなくてもなんか踏んだ感じになる。うん、お手伝いしてくれてる感じやね。あ、アシスト自転車みたいな。うん、ああ、そうそう、まさしくそんな感じ。自分が漕いでるよりもさらにこうプッシュしてくれる感じだね。はいはいはい、あ、なんかすげえ速くなった気がする。マジで？ああ、今変えたやろ。お、さすが。はい、エコモードにしました。そうやろ。劇的に違うもん。じゃあちょっと危ないんで言いますよ、うん、ドラッグのマックスしますよ。ちょっと今下りになるから、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっとゆっくり下りなんで、はい、いいよ。はい、じゃあドラッグマックスいきますよ。はい、マックス、はい、あ、
ドラッグマグ、あ、ドラッグは変更できないですね。うん、ドラッグ変更できる、うん、なるほど。もうドラッグはドラッグモード、はい、なのに赤になっちゃった。まあ出だしがどうなるか。一瞬ドラッグにしましょうか。はい。面白いね。これ社長実は、はい、始める前に、はい、どっちかって言えば、うん、スローコン否定派だったと。ごめんなさい、はい。言ってましたね。否定派を否定しましょう。はい。なんだけども、うん、今実際、うん、一応スローコンとしての効果を体感してる。体感してるね。はい。もしかしたらこれ、駆動自動車で代理輸入するかもしれません。そのうち。ねえ、ほんとね。おう。あのね、はい、今ちょっとだけだけど、はい、感じたのは、はい、アクセル、離してるのにね、回転の落ちが少ないね。ああ、なるほど。まあ、昔軽くだけど04とかやってた時にね、はいはい、シフトアップする時にアクセルペダルを全部離さないでシフトするっていう練習をやってたのよ、はい、回転を落とさずにシフトするっていう、はいはい、それを勝手にしてくれてる感じがある。ああ、アクセルは離してるのに回転数を維持してる。あ、でもね、レースプラスよりもドラッグのが乗りやすいかもしれない。あ、本当ですか。慣れると、うん、あ、これ結構好きかも。じゃあちょっと信号また止まるので、今度エコで発進、はい、エコで発進どうなるか。はい、はい、エコね。エコモードっていうのもね、同じアクセル回路で、はい、ちょっと待ってください、ストールしそうになった、はい同じアクセル回路で運行すれば、はい、まあ踏んでないことになるから、はい、燃費がまあエコなんだと思うんだけど、それも踏んじゃうからね。そうですね、結局ね。じゃあ社長の好みはドラッグということでな、はい、ただ横乗ってて怖いんでスポーツにしときますいろいろ遊べるから、あの1個ずつのあのダイヤルの設定よりも、はい、あの2つ3つこう飛ばしていった方が分かりやすいかもね、うん、ですね、うん、本当細かい設定なんで。そう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 、はい、だけ1と2試しても分かんないから1と3にするとかね、はい、1と4にするとか極端にやっていく方がいいかもしれない。で、まあ、うん、どれにすればいいか分かんない人はもうこれオートにしちゃえば。あ、オート、お、はい、オート、なるほど。オートも切り替えはできないので、うん、オートだからねオートで切り替えたらオートじゃないし、はい、いやプロから見ても一応変化はあったと、ね、いい悪い好き嫌いはそれぞれ皆さんの任せますと。そうだね、はい、あ、オートも意外にキビキビ走るね。ああ、初めての人はね、オートもいいかもしれないよ。あ、本当ですか。もういきなりドラッグはねめちゃくちゃ変わるんで、あ、ちょっとオートで一回試してみてもらって、おやおやと思った人は、はい、結構、ああ、なるほど。いや、言ってくださいよ。なるほどじゃなくて。いやいや、ちょっと今感じてる感じてる。へえ。アクセルの踏みをね、早く踏むとね、はい、その速い踏みにね反応してくれる、はい。ゆっくり踏むと、ほわっとしたこうアクセル枠に勝手になってくれるみたいな。ああ。頭いいっすね。上げるスピードによるみたいね。回路じゃなくてスピードみたい。自分でアクセルスピードをコントロールし、アクセルのこう踏むスピードね、はい、コントロールしたい人はスポーツの方がいいかもしれない。これいろいろ試してったら面白いね。面白いですね。面白い、ね、楽しんでくれてます。楽しんでる、めちゃくちゃ楽しんでる。では社長このまま東京までちょっと送ってもらって東京かじゃあちょっと休みもらっちゃおうかなというわけでご覧の皆さん、駆動自動車しばらく長期休暇に入りますので、はい、社長、はいよ、捜査協力に感謝する。ありがとう、ありがとうございました。以上で操作を終了する。はい。Thank you, Deflock. Thank you. Nice journey. Nice journey. 空ぶかしでもね、変化が分かる。わー、そうっすか。うん。スポーツ。これはノーマルとね、そんなに変わらないか、ちょっといいぐらいやけど、
スポーツプラス。あ、ほら、明らかに違うもん。同じだけ踏んでるのに。あー、ほんとだ。音も近いし。うん。レース。あ、ほらほら。あれ、ね、話してるか、話してるよ、話してる。こんな感じ。まあ、回転を保持してるって感じだね。ドラッグ。完全に落ちない。もう今話してる。だから慣れ、ちょっと慣れてもらった方がいいかもしれないですね、うん、ドラッグとレースは、まあ、言ったらね、はい、これだけ調整の幅がすっごい広いわけ、はい、特にあのもうアクセルのね踏むこうスピードでもね変化が現れるみたいなので、はい、自分のこういいところを見つけてもらえればすごい楽しいんじゃないかと思うね、うん、これちょっと欲しくなっちゃった社長か工藤社長から注意点があるということで、そうやね、はい、うん、お願いします。はい、あのね、はい、特にドラッグモードは、うん、バックするときが結構ねすごいシビアになるので、バックのときが反応が良すぎて、ある意味ドラッグっていうのはアクセルをなんていうか回転数を落とさないようにするモードなんだと思うのよね、はい、なのでまあオートマにしてもマニュアルにしてもそうだし、ミッションにしてもどっちでもそうだけど、ちょっとバックは敏感になるので、ちょっとバックの時は、まあ、ドラッグはちょっと気をつけとかないといけないかな、ね、なるほど、注意点として、注意点として、まあでもこれはね、うん、実際ねスロコン全体にそんな感じ、ちょっとバックが敏感になる傾向にはある、うん、なるほど、まあ、ちょっとこれ注意点なんで、まあでもこの注意点って言ってももう本当ねちょっとだけ注意するだけなんで、うん、まあそれを抜きにすれば全然ものすごく楽しいと思うよ。最初のね、うん、段階で慣れるまでは気をつけてくださいということで、そうそうそう、はい、わかりました。はい、ではじゃあこのままドラッグモードで、ドラッグモードで北九州名物助さんうどんまでお願いします。よ、了解。Thank you, Deborah.